ですね、名古屋に初めてイケアができたので、そのイケアに向かってます。オープンしたのが先月10月の半ばぐらいだったかな。1ヶ月ぐらい今経ってるんですけど、まだまだね、混んでるっていう噂を聞きまして、で今時間が18時で、さらに今日はね祝日なんですよ。なんか興味本位で祝日のこの時間に行ったら混んでるのかどうかが知りたくて、そう、なんか私の弟がこの間行ったんですけど、まだまだね夜行っても混んでたって言ってたので、めっちゃ気になるはい、なので今から行ってきます。やはり、うん、しりとりしよっか。いいよ。じゃあ YouTuber しりとりで、 YouTuber 縛りしりとり。え、YouTuber の名前でってこと？ YouTuber の名前か、うん、そのチャンネル名。チャンネル名。そう。あ、わかった、いいよ。うん、あ、じゃあ、じゃあアイリーから。いいの？いいよいいよ。いいの？じゃあスタート。アイリー、私ね負ける自信がある負ける自信があるよ。うん、陸王さん。本当はあの 和音の語なんだけど、うん、おでも OK。 おでも OK。 お、オルタラチャンネル。無理ないわ終わり？見えた。全然並んでないじゃん。並んでないね。すぐ入れるやんこれちょっと私だいぶ並ぶ、すごい渋滞になってるかなと思ったんだけど、俺も1時間以上並ぶの覚悟してたからね。そうだね、もう1台も並んでない並んでないね。着いたわ。着いたね、これ。わかんない。中は激混みかもしれんからね。マジで？マジで。止めるまでが。止めるまでがイケアだから。やったー。すごい。イケアに来れた。チャイニーご飯食べる？食べる。まずは腹ごしらえ。ということで、今ね、なんだろう。どこだ？今ここどこだ？食堂みたいな。なんかご飯が食べられるところに来てます。私はキッズカレーとサーモンマリネで、コクーンがミートボールとパン。で、私ね、コクーン少なって思ったんだよね。こんだけって聞いたらホットドッグが食べたいらしいね、食べたいんだよね。あとでじゃあホットドッグ食べに行こうか。行きましょう。はい、そう、私の方がモリモリじゃんと思ったんだけど、あのね、キッズカレーって言っても結構量が多い。はい、じゃあいただきます。あー、おいしそう。身がしっかりしてる。で、味もしっかりついてる。どう使うんだろう、これ。え、なにこれ。カスタネット？奥さん、はい、どうでしょう。いいですね。そうですか。何がいいですかね。なんかね、このフォルム、そしてデザイン、透明感、素晴らしい商品ですね、こちら。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。レブロがあったっていうね。どうされました。あ、こちらね、素晴らしいデザインですね。これどこがいいんですか。このね、フォルム、そしてデザイン、透明感。これはどこがいいんですか。このフォルム、このデザイン、はい、そしてこの透明感、はい、素晴らしい商品ですね。全部一緒やんけ。
探さなかったね。そう、どれだっけ、何列だったか忘れた。最後に撮ったから4列の1番よし行こう。はい、4列行け。すごいアラフォーだ。これです、見つけた。撮ってるかな。よいしょ。無理、これは。ちょっと待って、重いやつだ。ちょっと待って、持ってこっか。やばい、これはね、重いやつだ。ここよし、俺が持ってくる。本日は IKEA の楽天にご来店いただきまして誠にありがとうございます。これだけ買うのお買い物中のお客様へご案内します。今日もこれだけで、ね、ちょっとね、家のサイズを測ったりして、お任せ配送サービスは終了いたします。いやー、ね、ちょっと重いんですよね、このちっちゃいのが。そう、サブゲゲダメです。はい、これはゆっくり前を見てきちんと運ぶ、しっかり両手は持つことですね。はい、まあ1個しか乗ってませんけどね、こちらにはずーっと1個乗せてるだけなんですけれども、これがね、重いの。どこに止めた、どこだったっけ。え、覚えてる、こくん。はい、今 IKEA から帰る途中です。髪の毛みたいのが当たるな。はい、結論、いける、この時間いけるね。いける。そう、全然駐車場もそんなに混んでなかったし、レジも全然混んでなかったです。オープン1ヶ月で祝日の夜でいけるんですね。うん、ただ食事のコーナーはやっぱりちょっと混んでましたね。あとは雑貨とかをゆっくり見たいなと思ったんですけど、それぐらいからだんだんちょっとホタルの光がね流れてきまして、ちょっと焦った感じですかね。もうちょっとゆっくり見たかったなって感じです。ごくんどうだった。ホットドッグってあんなちっちゃかったっけそう、最後ねホットドッグ食べたよね、ホタルの光流れながら。あ、なんかオニオンとかなんだっけ、あ、ピクルスね。ピクルス、あれって有料だったっけ。どうだったか、なんかコストコとごっちゃになっちゃってるかもしれな い大阪ってさ、無料じゃなかったっけあれ。ホットドッグ、ピクルスは有料ですか、有料じゃないですか。コクンだってさ、パンにウインナーだけ挟んで持って帰ってきたもんね。うん、間違えた。はい、ということで結果楽しかった。で、ちょっとねサイズとか測り忘れちゃったので、また必ず行くと思います。なのでまた買ったらね動画にしたいと思います。はい、ということで今日もご覧いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録お願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。またね。